Hey. おはようございます。もう日向ぼっこいっぱいしてるね。はい、ぽんちゃんもおいで。ぽんちゃん。あいで、ぽんちゃん。ぽんちゃん。ちゃんのところに行ってくるね。はい、こんにちは。じゃんけん。はい。はい、弦の張り替えをこれからいたします。ここまでの経緯をまず話すとですね、このジョン・ピース分かんないこのメーカーの、このライト弦と、ミディアム弦ですねという、ここまでがミディアムかな、半分半分って言ってた気がするんですが、この3本はミディアムでちょっと太い弦なんですね。でこちらはライト弦で以前使っていた太さで、細い弦ですね。これを使ってみたところ指が大変なことになってます。これは、弾き方がやっぱりまだ、上手じゃないということで、ぐちゃぐちゃになっているわけですが、同じメーカーのライト弦のみのやつですね、ライトゲージって書いてありますを、買ってきました。まあ要するに、ミディアムゲージに負けたということです。敗北宣言でございます。これを、ライトゲージに張り替えます。明日、オープンマイクライブがあるのでちょうど今張り替えるのはいいとこだと思っています。
合いました。ちょっと引いてみようかな。愛の歌が途絶えるように笑顔。 G はこう押さえるんだったね。このライト弦、やっぱりタッチがすごく柔らかくなりますね。押さえやすいと思います、やっぱりね。黒剣のこの指にはまだライト弦がちょうどいいようです。音はやっぱりね、ミディアムの方がバリンとした、張りのある音がしたんですが、多少弱くてもこれで、よいしょ、これですね。サムピックっていうんですってね。フィンガーピックとか指ピックとか勝手に呼んでたんですが、サムピックというそうです。親指専用だけですけどね。これにするとどうなるかというと、ジャン君も歌っています。ジャン君、はい、私は、ちょっと張り替えた瞬間、ばっかりだから、やっぱりちょっと押さえにくい感じがどうしても慣れがねあるんですけれども、これにすぐ慣れるでしょう、きっと。問題の B ですね。まあまあ音が出てます。起こさないで、歌に釣られるの。歌う猫じゃん、やりますか。うちは全員歌うことにしますか。じゃんくん、じゃんくん、ジャン君、いい子。